セーブルはフォードモーターが米国で生産していたマーキュリーディビジョン向けの普通乗用車である。1985年にフォードトーラスのマーキュリーバージョンとしてアメリカで発売開始。先進的な空力処理が施された外観や前輪駆動などを理由にアメリカでは記録的なセールスとなった。日本では1986年から 近鉄モータースより発売されていた。バリエーションは4度アセダンとステーションワゴン。外観上のトーラスとの違いとして、フロントマスクおよびテールレンズのデザイン以外に、4度アセダンは、ヒドンピラー処理のサイドからリアへ回り込む、ラップアラウンドウィンドウが大きな特徴である。またフロントグリルは、ヘッドランプと連動して、グリル全体がポジションランプと、 同程度の明度で点灯するようになっている。これは、ライトバーと呼ばれ、透明なプラスチックにレンズカットを施したものを、グリルに使用している。ライトバーは、後のマーキュリー車にも採用されたばかりでなく、他メーカーも採用するほど、デザイン面で、大きな影響を与えた。エンジンは、V6 オフの 3000cc 及び 2500cc 自家、4オフが用意された。 しかし時期4エンジンは売れ行きが悪かったため1987年を最後にカタログ落ちし代わりに1988年より 3800ccv6 オフが搭載されるようになったトランスミッションは V6 モデルが4速 AT、時期4モデルが3速 AT である乗車定員は車体形状及びシフトポジションによって異なりセダンは5、6人 ワゴンは7、8人である。ただしワゴンのサードシートは、後ろ向きの折りたたみ式であり子供用、緊急用として設計されているので大人には不便かつ、窮屈である。トーラス同様、ヘッドライトの形状から、日本のオーナーの間では、デカ目の愛称で呼ばれ、親しまれている。1991年に販売終了、翌年に代目へ。 1992年に2代目が登場。エンジン、駆動系統は初代を踏襲し外装と内装をマイナーチェンジしたのが主な変更点。ヘッドライトが薄型になり、ライトバーも健在である。またテールレンズのデザインやトランクリッドの形状が変更された。日本では近鉄モータースを通じて1993年まで販売された。 1995年には LTS と呼ばれるスポーティ仕様が登場した。LTS はラグジュアリーツーリングセダンの略で本革バケットシートやトーラス LX 用アルミホイールなどが装備された。もともとはトーラス書のセーブル版として準備されていたが書との競合を恐れたフォードがセーブル LTS の発売の中止を決定。その後1995年に モデル末期のテコ入れとして、標準モデルに特別装備を施した仕様を LTS の名称で販売したものである。初のフルモデルチェンジを実施。内外装を一新し、プラットフォームは仙台の D186 を改良したものを採用した。仙台同様、4ドアセダンおよびステーションワゴンが用意される。ボディサイズは仙台よりも大きくなった。エンジンは、 旧来からの V6 オフと新設計の3リットル V6DOHC。この台のセーブルは日本では販売されなかった。外観上のトーラスとの違いとして、フロントマスク及びテールレンズのデザイン以外に、4ドアセダンは4ライトウィンドウを採用したためリアドア以降の形状が異なる。個性的なテールレンズなども相まって、車体後半部は、 トーラスと印象がかなり異なったものとなっている。このリアドアはワゴンと共用であり、トーラスワゴンもこのリアドアを採用している。また特徴的だったライトバーは廃止された。当時フォードが推し進めていたデザインテーマであるオーバルを採用し、有機物のような曲線を多用した内外装デザインが特徴だがマーケットでの評価は悪く上昇した。 価格設定も重なって、売れ行きはかんばしくなかった。ちなみに、アジアオセアニア仕様のトーラスは、このセーブルのフロントマスクと同様のデザインである。2000年より、販売開始。エンジン、駆動系統は仙台を踏襲し外装と内装を、マイナーチェンジしたのが主な変更点。オーバルを大胆に採用した仙台がかなり、 不評であったため、オーバルを極力排除し大幅なデザイン変更が行われている。特に特徴的だった4ドアセダンのリアトランク周辺は保守的なデザインへ大幅変更された。また、後部座席のルームスペースの改善やサスペンションセッティングをよりコンフォート志向へ変更するなど、全体的に大きな改変を実施している。しかし、販売状況は好転せず、 2005年に登場したマーキュリー・モンテゴに後を譲る形で2005年に生産終了した。2007年8月より販売開始。ボディタイプは4ドアセダンのみで 1500mm を超える全高が特徴。名称はセーブルだが、もともとはモンテゴが改名したもの。モンテゴが2008年型としてフェイスリフトを伴ったマイナーチェンジを実施するのに伴い、 セーブルの名称が復活することになった。これは、セーブルの後継であったモンテゴが、販売不振に陥っていたことも、大きな理由である。これによりセーブルは先代までのミッドサイズセダンから、フルサイズセダンへと移行した。モンテゴからの変更点として、会社主のミランと告示した、フロントマスク、テールレンズのデザイン変更及び LED 化。 リアナンバープレートの設置場所変更などがある。エンジンは、モンテゴの 3000cc から、フォードエッジ等に搭載されている 3500cc の V6DOHC へ変更。トランスミッションも CVT から6速 AT へと変更されている。2008年12月に、フォードは2009年4月30日をもって、セーブルの生産を中止すると発表した。 姉妹車のトーラスは2010年モデルとして新型が発表されたが、セーブルは後継車種も用意されずモデル終了となる。ありがとうございます。